皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。去年は公益財団法人 JKA さんのアンバサダーに就任し、コロナ禍ではちょっと直接いろんな活動を取材しに行くことはできませんでしたが、今年は少しでも多くの団体さんの活動を直接取材に行って、可能ならいろんなことを体験して皆さんにもっともっと情報を伝えていきたいと思います。普段生活している中では関わることが難しい団体さんにもお邪魔できる機会がもしかしたらあるかもしれないので、そこで何か新しいきっかけ作りもできたらいいなぁなんて、まあ個人的には思っています。また JKA さんの活動は障害があるとかないとか関係なく、一人一人いい団体さんそれぞれがやりたいこと、成し遂げたいことを、夢や目標を後押ししてくれるものだなと去年活動して思いました。それを知ってもらうことで、また頑張っている人たちの後押しになると思うので、しっかりとアンバサダーとして、私も活動を頑張っていきたいと思います。皆さんがもっともっと JKA さんが行っている活動を通していろんな団体さんのことを知ることで、少しでも何か困っていることであったり、もっともっと改善できる点が変化できる、そのピースとしてね何か力になるかもしれないので、今後も活動情報をお伝えしていきたいと思います。活動情報は私の Twitter で発信していたり、あとは JKA さんが行っているサイクルというサイトで発信しているので、 Twitter、 あとは Facebook のフォローをぜひよろしくお願いします。ということで、 YouTube の発信、 Twitter の発信を楽しみにしていてください。はい、こんな感じで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。